2005年12月、あるゲームタイトルが産声を上げた。龍が如く。シリーズ累計750万本のセールスを記録し、今や日本を代表するゲームタイトルへと成長した。龍が如くシリーズ総合監督、名越俊博。龍が如くが生まれたのはもう10年も前ですし、当時はまあもう無我夢中でひたすら作って、あの時点の我々の実力を精一杯出したということはもう偽りはないんですけど、まあ結果、評価をいただくことができた。そして自分たちにとって特別な作品になったと。反面、まあ、今思えばですけど、レベルはやっぱり実力的に低かったし、正直、初回作を今見ると、まあ、自分でもひどいなと思うところもありますし、まあ、でもそういうことをこう感じるにつれ、いつか純粋にもう一度完全な形で、初回作の龍が如くを復活させたいなという気持ちが起きるようにはなりました。でもやっぱり新作を作るっていうことが最優先の仕事だと思いましたし、なかなかその思いっていうのは実現することはできませんでした。でもまあ今回10周年10年目というものを迎えるにあたって、もしもやれるんだったらもうここしかないなと、まあ、龍が如くファンの皆さんからも PS4 のクオリティで初回作をやりたいなっていう気持ちもすごく伝わってましたから、古くからのファン、そして新しいユーザーの方にも、まあ、龍が如くの原点の魅力というものを改めて知ってほしいなと考えるようになりました。初回作から変わったところでは、まあ、グラフィックの向上もありますし、まあ、ロードの快適さなんかも当然ありますけど、まあ、それはやって当たり前ですし、まあ、何より我々が10年間で成長してきたという証拠が加わらないと意味はないと思います。まあ、言い換えれば、あらゆる意味で、10年間のノウハウの集大成じゃないといけないなということだと思いますね。最後までご覧いただいてありがとうございました。ご覧いただいたお礼にもう一つだけ発表させてください。